今朝ウジ虫になりました。昨日まで人間でした。はっきり覚えています。本当に人間だったんです。盲腸の手術をするために病院に運ばれて、間違って麻酔を大量に打たれてしまって、意識が遠ざかって死んだんだと思います。ま、情けないことですよ。盲腸の手術で死んでしまうなんてね。死ぬの早かったな。四十九日とか言いますけど、あれですね、そんなのないんですね。気持ちの整理がつく前に生まれ変わりですよ。仏になる前というか。本当にびっくりしますよ。その記憶がね、人間の時の記憶がね、残っちゃってるんですよ、はっきり。死ぬ前はアーティストだったんですけどね、結構過激なことやっててね、まあ自称アーティストですけど、しかし誰も認めてくれませんでしたけどね。代表作ってのがありまして、精子を高層ビルの上からぶちまけるんです。精子って私の精子ですよ。いや、あれですよ、その場でピュッて出すんじゃないですよ。そんなんじゃただの変態じゃないですか。違うんです。バケツ一杯分をぶちまけるんです。毎日毎日貯めても3年ぐらいかかるんですよ。毎日それを冷凍して、溜まった頃になったら全て解凍してね、ドバーッとドバーッと一気にいくんです。はい。私自身は歴史としたパフォーマンスアートだと思ってましたし、過激だなって自分ではね思ってたんですけどね。まあやっても事件にもならなくてね、もちろん警察沙汰にもならないしね。地味なのかな。もともとの私の性格が地味でしてね、真面目なんです。昔からおとなしくて目立たない子供だったんですよ。で、努力して狂った風に見せようとしてね、アーティストって狂った人ってイメージありますよね。どこか普通じゃないって感じが。私もそれに憧れましてね。まあそれもステレオタイプかな。しかしまあこれってすごいことですよ。人間の心を持ったウジ虫がいるんだから、今まさにここに。アートですよ、これは。もう誰にもできないアートですよ。私はついに本物のアーティストになりましたね。やりましたね。もう誰でもいいから見てほしいです。評論家連中もびっくりしますよ。ビエンナーレとかで展示したいですもん。すごいと思うんですよ。これこそアートですよ。アートってこういうことを言うんでしょうね。アート、何なんでしょう。私がアートって呼んできたものって何なんでしょうね。あれ、ちょっと分かんなくなってきました。今ふと思ったんですけど、あれ、私が考えていたアートってただの自意識過剰というか、単なる自己主張というか、変わった人と思われたかっただけというか、自分の存在を認めてほしかっただけというか。あれ、そうなのか。本当にそれだけなのかな。何なんだアートって。ウジ虫になって気づくのもあれなんですけどね、こんなこと。アートね。実は今すごく絶望してるんです。ウジ虫になっちゃったことじゃなくて、人間だった頃の私自身の考え方にです。今だからわかるんです。もう何もできなくなった今だから。なんていうか、もっと楽しい人生を送れたかもしれません。素直に生きたらどうだったんでしょうね。あんなに自由だったのに、つまらない自意識に縛られて、アートアートって
でそんなにアートにこだわってたんですかね。漠然とは分かってるんですけど、自信がなかったのかな、自分自身に。それでアートに逃げたっていうか、アートに逃げたなんてかっこよすぎますね。使い勝手のいい言葉ですね、アートって言葉は。結局弱い人間でした私は。待てよ。でも今これって次の人生なんですね。もう次が始まっちゃってるんですね。どうしよう、どういう人生を送るのか。しかしまあ人生って突然始まるんですね。だよな、人間の時だって突然始まった気がする。ちょっと脱線しますけど、さっき他のウジ虫がいたんでちょっと見てたんですけど、あれも誰かの生まれ変わりなんでしょうかね。びっくりしましたよ。必死になって死体食べてましたから。死体食うかねって、死体ですよ人間の。私おえーってなりましたね。まださすがにそこまではできないです、プライドっていうかね。すみません、どこまで行っても自意識過剰なんですかね。私冷静に考えてみたんです。結構暇ですから。気がついて笑っちゃったんですけど、ウジ虫ってハエの幼虫ですよね。すぐ死ぬんですよハエなんて。気がついて嬉しくなりましたね。それでね、私早く死にたいんです。早く死んで次の何かになりたいんです。できればもう一度人間に生まれ変わりたいんです。前回の反省もありますし、前回っていうのもあれですけど、本当に悔い改めて一生懸命生きてみたいんです。悔い改めるというか、アーティストとかを目指すんじゃなくて、普通の一般的で常識的な人間として生きたいなって思ったんです。家庭を持ってほどほどの幸せがあって、地味で目立たない生活でいいんです。まあ次に人間になれたらの話ですけど。それでね、その前にあれがあるんですよ。すごいイベントが。わかります？私飛べるんです。ハエになったら飛べるんです。すごすぎませんか。この意識と視力を持ったまま飛べるんですよ。こんなこと言うとまだ懲りてないかと思われますけど、私ハエになったら女子便所に向かいます。元は取りたいんです。生まれ変わってウジ虫なんかになって最初は本当に絶望したんです。自殺も試みました。でも人間と違うんですね。何しても死ねない体なんですよ。軽すぎるんですよ。どんな高いとこから落ちても死にはしません。まあ絶望したって言ってもまだ3日も経ってないんですけどね。でも長いんです時間が。ほんと長い。ウジ虫時間ってのがあるんでしょうけど、あ、話はそれましたけどね、女子便所に、ハエになってね、女子便所を覗くんです。覗くっていうかもう張り付きますよ。じーっと便器の内側にじーっとね。だって覗き放題でしょ。あー早くハエになりたい。私ね、元はきっちり取りたいたちなんです。もちろんアーティストとしてなんて言いませんよ。こうなったらもう一人の変態としてですよ。あ、一匹の変態と言いますか。私ね、結婚したんです。羽が生えたから飛んだんですよ。それであれですよ、飛べるようになるまで努力しましたよ。ああ自分ってやればできるんだなと思いましてね。でね、ハエになるって目標ができたからね、死体も食べましたよ。味はですね、思ったより美味しかったです。ちょっとね甘いんですよ。みんなが群がる気持ちが分かりました。癖になるタイプの味ですね。でね、いっぱい食べて体力つけて立派なハエになったんです。
ちょっと力入れたらブーンって飛べるんです。びっくりしますよ、ブーンって飛べるんですから。力の入れ方がまた不思議なんです。眉間ってんですか、目と目の間、あそこに力を入れると羽が動くんです。だからね、あえて実はみんな変な顔して飛んでますよ、眉間にシワ寄せちゃって。笑えるでしょ。でね、事故ったんです。ちょっと練習してからふわって浮き上がったんです。その時の状況はよく思い出せないんですけどね。あ、すごい飛べるって思った瞬間、殺虫剤でプシューってやられたみたいで、気がついたら床に落ちてしまって、頭がクラクラしてて、追い打ちかけるように足で踏みつぶされたんです。これって事故じゃないですね。まあ殺されたというかね。私の人生そんな死に方ばっかりですね。でね、気がついたら私また生まれ変わってたんです。砂利に。砂利ですよ、砂利。物にも意識があるんですね。びっくりですよ。いや、宇治は最悪わかりますよ、生き物ですから。まさかね、物質ですからね、ただの。でね、根本的に砂利って死なないでしょ。いや、死ぬわけないでしょ、だって砂利なんだから。でね、この先生まれ変わることってあるのかなって思いまして、下手したら何千年もこのままなんですかね、砂利ですから。この状況ってかなりの地獄だと思いませんか。砂利なのに意識があるって、人間の時の意識ですよ、しかもね。でもね、聞いてくださいよ。あの、信じる信じないは別にして、これ本当に不思議なことなんですけど、今までに味わったことのないようなすごい幸福感があるんです。なんていうのかな、充実感というか満足感というか、存在していることに自信が持てるというか、しかもね、自分以外にも優しい気持ちが持てるんです。この世界の全てが愛おしいというか。それでまあこう言ってはあれなんですけど、なんていうか、そのもう人間には戻らなくていいかなって。